これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ、ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったらすぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。その面らボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入れば分かりますよ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、ローも四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにどうか。何をやってんだ。たく、時間食っちまった。気をつけろよ。ありがとうございました。時間食っちまった。ここだな。
桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや四代目。この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。亀裂が入ってるな。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。
ここで待ってますから、早く上がってきてくださいよ。
誰だよ。キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。
カムロ町には東条会の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかし、いい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。ソメヤ、お前らとローはもともとグルだった。アジャガイを焼き、西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東条会の頭になり次第、用済みの西洋会には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ、四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ、話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が、後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃ、お前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東条会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。ふん、あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマン張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！
ほっほの竜俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたかそれともローさんか。キリュウさん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だが、やったのはお前ら東城会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見恒夫だ。岩見恒夫、クルス会長の息子が。あの男は東城会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東城会の菅井もその後ろに岩見恒夫がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた、自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。
この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東城会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見常雄にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、老さん。四代目。桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タスカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、神室町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんがハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト？どういうことなんだ？俺にもわけわかんねえっす。もしもし、兄貴聞いてますか？
しますね、兄貴。ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。